オズデミル・ジェム、オズデミルは、ドイツの政治家。所属政党は、同盟90、緑の党。トルコ系移民出身者としては初めて、ドイツ連邦議会議員に当選した。2008年より、同盟90、緑の東京道党首。2021年から、食品、農業大臣。バーデンビュールテンベルク州、バード・ウラッハに トルコ人移民の2世として生まれる。18歳になった1983年にドイツ国籍を取得した。中等教育修了資格を得た後、教育者としての職業訓練を受ける。高等教育入学資格を得た後、ロイトリンゲンの社会学高等専門学校で、社会教育学を学び、社会教育学士号を取得。 1987年以降、教師やフリーのジャーナリストとして活動。オズ・デミルは、政教分離主義のムスリムであり、アルゼンチン生まれのジャーナリストと結婚し二次を設けた。少年時代からの最色主義者である。1981年、緑の塔に入党。ルートビヒスブルクを拠点に、政治活動に従事し、 1989年から1994年まで、バーデンビュールテンベルク州党代表部に属する。1994年に、ドイツ連邦議会選挙に初当選し、トルコ人移民出身者としては初めて、ドイツ連邦議会議員となった。1998年からは、党議員団の内政スポークスマンに就任した。 しかし2002年7月、広告代理店からの献金や公用でのマイレージポイントを私的に使用していることが報じられ、ドイツ連邦議会議員を辞職し、目前に迫っていた選挙にも出馬しないことを表明した。党からは、候補として選出されていたため、制度上出馬を撤回できず選挙では再選されたが、当選を辞退した。2004年、 欧州議会選挙に出馬して当選、欧州緑グループ、欧州自由連盟に属した。議会では、外交委員会に属し、CIA による捕虜の違法拘束調査の、臨時委員会、北キプロス調停グループ、EU イコール、トルコ友好議連、反人種差別グループ、大西洋友好議連に属した。2007年には、シンクタンク、 ヨーロッパ外交問題カウンシルの共同設立者になった。同年、シュトゥットガルトでのゲイパレードのパトロンに就任。2008年6月、オズデミルは緑の党党首選に出馬を表明した。対立候補が個人的理由からあり候補を辞退したこともあり、11月の党大会で79.2%の支持でクラウディア・ロートと共に共同党首に選出された。 欧州議会議員を辞して臨んだ2009年ドイツ連邦議会選挙には比例代表リスト入りを目指したものの党内投票に敗れたため小選挙区でのみ立候補した。得票率29.9%と善戦したもののドイツキリスト教民主同盟の候補に敗れて落選した。2013年ドイツ連邦議会選挙では シュトゥットガルトアイ選挙区から立候補し、小選挙区では、敗れたものの、比例代表で当選し、連邦議会に返り咲いた。2017年ドイツ連邦議会選挙では、カトリン・ゲーリング・エッカルトと共に、同盟90、緑の党の首相候補として、出馬、比例代表での再選を果たした。2021年発足したオーラフ・ショルツ内閣で、食品、 農業大臣として入閣。ドイツで初のトルコ系移民出身者閣僚。ありがとうございます。